はいどうも、全力絶叫 YouTube、ビーモエルです。まあ今日負けてもね、うん、オリックスがまだ有利なのには、変わりはないです。首の皮、2枚ぐらいは踏みとどまってます。ただ、一回逆転しただけに、その後の逆転が非常に痛かった。今日先発の山崎幸也投手。あのもう序盤これもう、何がとは言わんけど、これもう今日あるんだと最後まで。 うん。もう、それぐらい、もう、ストレートも最速148。ええー、ストライク先行。もう、ビタビタのコントロールで、やってくれるかと思ったら、2回これ。銀次選手にツーベース打たれて、茂木選手にそのままタイムリフット打たれてですこれもちょっとなんかね、二塁ランナー返したくなかったんだけど、タイムリーになっちゃった。えー、その後は、達也投手もこの1点だけですよ。この1点だけを、守り切って、させも、ノリ投手をね、まあ、多分数もだけ出すんですけども、序盤はね、ただなかなか点取れずと。しかし、4回これ。 まず、アダッチャンヒット。ツーアウトってから。これ、またですよ。アダッチャンがルインって、このツーアウトから。ここで、トライ選手。サチア同士の両馬役。伏シ見トライがおお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 お トライしたから、ほんまこれ5点入らなあかんはずなんですけど、なんか2点でした。うん、5点入ってるや今日買ってたんですけど、おかしいな。ちょっと意見書出した方がいいんちゃうかな。そして6回。これちょっと山崎幸也投手がここでちょっと様子がおかしいんですよね。ネットボール、そして浅村選手にヒットを打たれてこ、えー、ここで島内に、ファーブラと満塁。ここで無念の交番です。幸也投手。非常に悔しそうでした。しかしこの川手って吉田亮投手が、鈴木大地選手を空振り三振。 ちゃんと火消しをしてくれるんですよね。これで6回はゼロ。さあ、流れは完全にオリックスかと。えー、しかし7回。これ、かね、トミー、トミー選手。ピッチャー、トミヤ山投手。ええー、と、モぎ選手にヒットを打たれ、渡辺義明選手にヒットを打たれ、ちゃんと作られ。横尾選手代でこれ、セカンドゴールでランナー送られてから、1番。そこで山崎、山崎強し。あ、あああああああ ここで島内なくなったかと思ったら、そこで山崎はないやろそしてこの1点ならまだよかったんですよ。ここから、2番、全身全霊、岡島健郎選手。おい、ちょっと待ってってまじでおい、よいしょ集中力そりゃないよえー、センター前に弾き返され、そして福田選手がファンブルしてる間に、えー、追加点4対2。ここでピッチャー交代、比嘉投手。 え、バッターはおことリックス・ササマラ選手。え、センターへタイムリーツーベース打たれて、ダメ押し、5対2。まさかの逆転です。そしてオリックス打線はそこから7回をチャンス作るのにスキーせず、そして8回、9回は三者凡退で、力なく5対2負けということで。昨日なんかほんとちょっと見てて楽しかったんですけど、今日はちょっとやっぱり、なんかノリボット押し、楽天打線にやられてしまったという感じですよね。まあ、まず今日もノリボット押しちゃったから。 負けてもともと負けて当たり前ぐらいのもうあの気持ちで言っときましょうよもう今日負けて当たり前と。もう明日うん。明日しかない。明日オリックスが勝てばもうこれ非常にまた優勝争いにおいて有利になるんですよね。ロッテにプレッシャーをかけられるところ。ただこれ逆に明日負ければこれかなりロッテとしてはこっからオリックスの試合がしばらく休みでロッテが2試合ありますから非常に楽な気持ちで戦えられるんですよねロッテっていうのは。でだから明日の試合が非常に大事になってくるんですよこれ。そして明日。 こちら、先発投手。宮城弘也投手。これ、前回ちょっとね、不甲斐ないピッチングでしたけども、今回は、相手西セーブです。もう、大得意のセーブです、宮城投手。今年の勝利数の大半をセーブから稼いでおります。明日、すべての力を振り絞って、行ってくれ。前回、当番も忘れて。ええー。そして明日、本拠地最終戦ですよ、最終戦。うん。 もうこれ、負けられない、絶対。そして僕、あの、本拠地最終戦、毎年ね、行ってるんで、もうこれ優勝とか関係なしに、僕明日も、元ともと行く予定決めてたんで、明日僕現地参戦行きます。はい。うん、ごめん。これ決まってたんや、マジで。ほんまにこれ決まってんの。この一方期にちょっと今みんな顔しかめてると思うんだけど、うん、ごめん。ちょっと本当にこれ毎回決まって、毎年俺行ってんの。7年、7年連続ぐらいで、ホーム最終戦とホーム開幕戦は行ってるから、 ちょっとごめん、これは活かしてくれ普通にファンとして、あ、う、の、ん、YouTuber としてなくてファンとして活かしてくれ、これはほんまに。うん、でも本当にこれも、本当に最終盤の10年局面の一戦で、これも現地で試合見れるっていう、この喜び。もう僕たちはそれを2010年経験してないですか ?2014 も俺、あんまり試合見に行けないし、受験生やったから。初めてなんですよ、こうやってもう、しっかりと時間をと、優勝争い見るっていうのが。マジで明日かと。ミアチェル、ヒロチェル、頼むぞ。 明日、セーブの先発は今井投手。非常に難敵ですけども。だからもう苦手どうこうとか言ってられないですからね、この時期に。えー、今日もセーブ勢いつっかち方してますよね。7点取って3足爆発です。えー、何か関係ねい関係ない。オリックスは今シーズンいくぞとね、そういうレッン展開を跳ね返してきました。やってくれるはずです。とりあえず明日僕はちょっと神社に行って、あの嫌なもん全部取っ払って。明日、球場でちょっとね、後ろから襲撃されないように。僕もちょっと明日、限界体制で臨もうと思うんで。はい。マジで明日、絶対、よっしゃー